バンダイナムコエンターテインメントがリリース予定のフリーダムウォーズリミスター。本作は2014年に発売されたビータ専用ソフトフリーダムウォーズのリマスター版となっています。リマスター版では高解像度化対応や難易度バランス調整に加え一部システムの変更が行われています。またオリジナル版をプレイ済みのトガ人たちには嬉しいポイントとして生産機能やモジュール面で全面的な改良がなされています。クロスプレイは未実装ですが PS5 と PS4 はマルチプレイが可能だそうです。今回は先行体験会の映像を流しつつ本作の概要やゲームシステムを改めてご紹介していきます。生まれた瞬間から懲役100万年という斬新な世界設定や占いを駆使した高速立体戦闘が特徴のマルチプレイアクションゲームです。プレイヤーの目的はボランティアに参加し懲役年数を減らしていくこと。ミッションは目標排除、市民奪還、敵軍排除の3種類で、それぞれ目標達成やその過程で装備の強化に使用する素材や武器が手に入ります。オリジナル版から進化した点として今回は通常の敵も素材を落とすようになっています。今回の体験会では目標排除をメインに遊ばせてもらいました。オリジナル版を未プレイだったので不安でしたが爽快かつスタイリッシュに動き回ることができました。チュートリアルもしっかりしていて一通りの戦闘テクニックは学ぶことができるでしょう。ミッションでは茨を駆使して移動や戦闘を行います。茨は捕獲性、治療性、防壁性の3種類でそれぞれ種類とチャージ段階に応じて様々な効果を発揮します。今回は味方の体力を回復し状態異常を治す治療性を選択しました。武器はメインとサブで2本携帯でき種類自体もかなり豊富です。体験会で使用したパルケはハンドチェーンソーのような見た目でチャージ攻撃がかなり強力でした。他にもロケットランチャーやガトリング、火炎放射器といったド派手な武器も多数登場します。武器にはモジュールを装着することができ威力アップや移動速度アップなどがあります。また特定の素材を消費することで武器に属性攻撃力を付与できます。敵にはそれぞれ弱点属性が設定されているのでいくつか属性武器を用意しておきましょう。ミッションには最大3人まで NPC を同行させることができます。NPC が装備しているイバラはミッション画面で確認が可能です。プレイしていて敵の攻撃がかなり痛かったので最低でも1人は治療性のイバラキャラを入れておくと安定するかなと感じました。大型の敵にイバラを当てることで様々なアクションが可能になります。例えば敵の体勢を崩すドラッグダウンは成功すると一定時間相手が地面に突くして動かなくなります。また敵の攻撃に合わせてイバラでジャンプをすると回避ができるのでイバラアクションは積極的に狙っていきましょう。ただ慣れるまではアクションの選択に時間がかかり避難することもしばしばありました。敵はアブダクターと呼ばれており基本は多くの銃で武装して登場します。これらの銃器や頭、足の装甲などは破壊が可能で破壊すると特定の攻撃をしてこなくなったり体勢を崩しやすくなったりします。部位破壊にはロケットランチャーやスナイパーライフルといった防御力の機器が手にしています。マルチプレイであればこういった部位破壊担当は終盤ミッションになれば必要不可欠になってきそうですね。個人的に最も厄介だなと感じたミッションは市民奪還のミッションです。これは敵アブダクターにさらわれた市民を救助して脱出地点へ運ぶというミッションでまずはアブダクターを攻撃して拘束されている市民を救助します。その後は指定ポイントに市民を護送するのですがアブダクターの猛攻が凄まじかったです。また市民を抱えている状態で走ると方向転換が非常に難しいため障害物にぶつかって転んでしまうこともありました。それにしても市民を奪い返しに爆走してくるアブダクターはなかなかに怖かったですね。本作では NPC に直接命令が可能なので自分はアブダクターの足止めをして NPC に市民を運ばせるのがいいでしょう。次に紹介するのは恩赦ポイントと権利解放についてです。ミッションに参加して獲得できる恩赦ポイントを使用して様々な権利を解放できます。本作はプレイヤーが一から自由を掴み取っていくというゲームデザインになっています。武器強化や能力解放などの戦闘に役立つ能力も解放していけます。
ゲームの大まかな流れとしてはミッションに参加、武器を強化、権利を解放するといった感じです。ミッションやそれ以外でも常にプレイヤーと行動を共にする監視アンドロイドアクセサリーは戦闘中に援護してくれるほか、衣装や見た目のカスタマイズも可能です。また合成音声を使用しているため入力したセリフを自由に喋らせることもできるといいます。本作ではボイスや楽曲は最初から切り替えが可能で、衣装やデカールに関しては権利解放で切り替えれるようになっています。ミッション以外にもメインストーリーで訪れる街中の散策も本作の魅力の一つと言えるでしょう。街中へ行くにはアクセサリーから外出申請をすることで独房から移動が可能です。操作方法については当時よりもボタンが増えたことによりかなり快適になっています。またオリジナル版の設定に戻したい方は操作設定から変更が可能です。といった感じで今回はフリーダムウォーズリマスターをご紹介してきました。気になった方はぜひチェックしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。